はい、ということで今日は都の、魚市近藤商店さんからマダラの都のマダラの卸し方ということで、まずは表面をたわしで金たわしできれいに鱗を取りながら洗う。でこういうふうに鱗、細かい鱗と汚れとぬめりが落ちます。でこういうふうに落ちていきます。お腹の方も結構、お腹の方とかの背びれのあたりがね、こう見落としがちなんですけど、ちゃんと食べるときに気になりますので、はい、そうしましたら、はい、まずエラを、そして腹を裂きます。これは男の子ですね。肝ですね、マダラの肝ですね。で、ここが俗に言う白子ですね。俗にって言わなくてもわかるかな。すごいな、白子だけで何キロあるのかね。1キロ以上あります。1キロ以上ありますよね。うん、お腹をきれいにします。エラを落としながら、はい、エラはちょっと食べれないので落とします。よし、はい、骨についた血合いを、はい、こそぎ落としていきます。はい、そして今度はたわしできれいに落としていきます。これがやっぱり臭みの元だもんね。そうですね。綺麗にとにかく、血合いは、とにかく落としておいた方が、後々。はい。頭を、そして今度は綺麗に落とします。尻尾も落としちゃって、はい、今度は三枚おろし、とにかくマダラは身が柔らかいので、非常におろしづらいですけども、ここ一気にいきます。まず背骨に沿って、こう少しずつ向いていくっていうかな、こう倒していくっていう感覚かな。今度は骨から外します。はい、それでまず肩身が取れました。
そしたらもう肩身です。ここで骨を外します。骨に沿って糸は下ろしていきます。はい、これでもう1枚取れました。で、あとは中骨。三角っぽくなってますね。骨が三角っぽくなってますね。はい。ちょっと下ろしづらい。下ろしずん。一般にはすごく下ろしづらいんですけども、今みたいにこう、めくりながらっていうかな、こうやっていくと比較的下ろしやすいということでございます。あとは骨とか頭も鍋にして食べると。はい、そしたら今度は腹骨をすいていきます。もう骨は骨として、おつゆのおつゆに出し取りにはいいですね。鍋とかおつゆの出し取りにはいいですね。はい、逆さ包丁で、はい、と。またこちらも腹骨をすいていきます。はい、これで3枚おろしが完了でございます。あとは切り身にして、焼いたり、煮たり。ということで、食べていければなと思います。はい、近藤さんありがとうございました。